リンを肝を抜かれましたけど、あれですね、漫画日本昔話が写真になったみたいでちょっと山の中の怖いおばあさんの出てきそうな宿屋もありますね。そうだね、あの山林王にしても本当にああいう地方に半端じゃないもうお金持ちがいて、でしかもあの成金じゃないからやっぱりね風格があるよね。奥が深いですね。あの蔵の中なんてあの明治とか大正のね、本当にもう文化がビシッと詰まってるという、ギュギュギュって感じでしたね。それからあのクジラ、かわいそうな気ももちろん、でもあれはね、大事な人たちの生活をしっかり支えていたってこともね忘れちゃいけない。日本狭いって言葉使いましたけど一言では言えないですね。そう、ローカル線で行くとね、ふるさとが発見できるちょうどいい季節ですけど、皆さんどうですか、お出かけになってみては。